さあ、そしてね、本日ねもうちょっとお時間がありますんでね、せっかくですからもう一個ぐらいアトラクションの紹介行ってみましょうか。そうですね、あ、今日はあれにしようかな。今ね、我々がいるこの場所から見えるアトラクション、皆さん、左手後方ご覧ください。左手やや後方ですね、見えますでしょうか。ちょっとね、木の陰になっているんですが、屋根の上にアメリカの国旗、星条旗が立っているあの建物、皆さん、あの建物何のアトラクションだかご存知でしょうか。ね、アドベンチャーランドにあるあれです、あれ。分かるよって方どれくらいいらっしゃいますか。あ、パラパラといらっしゃいますね。ありがとうございます、ありがとうございます。それじゃあみんなでせーので、あのアトラクションの名前大きな声で言ってみましょうか。いきますよ、せーの、カリブの海賊。大丈夫ですか。ホーンテッドマンションだと思ったけど、僕が大きな声でカリブって言い出したから、カリブの海賊みたいな人いませんでしたか。大丈夫ですか。カリブの海賊でございます。あれということでね、本日で、最後になります。で、こちら人気アトラクション、カリブの海賊ご紹介いたしましょう。それでは早速行ってみましょう。カリブの海賊のご紹介です。いいな、気をつけねえと生きては帰れねえぞ。カリブの海賊はアドベンチャーランドのニューオーリンズスクエアのロマンチックな街並みの中のある屋敷にあります。そこには海賊たちが待ち受ける冒険の世界が広がっています。ボートに乗り込むと17世紀から18世紀にかけて海賊たちがカリブ海を荒らし回っていた時代に遡り、スリルと冒険に満ちた船旅が始まります。当時そのならず者たちはジョリー・ロジャーと呼ばれるドクロに交差した骨を描いた不気味な旗を翻し、金をはじめとする貴重な資源や豪華な品々を積んだスペイン、イギリス、フランス、オランダの船を襲撃していました。しかしディズニーの世界に登場する海賊たちはどこかユーモラスでおどけた表情をしていて、彼らは悪事を働く乱暴者や強盗というよりはむしろわんぱくないたずらっ子といった陽気な一団です。キャプテン・ジャック・バルボ、キャプテン・バルボス、伝説の海の魔物ベイビー・ジョーンズの話など混ざり合い、現在のカリブの海賊となっています。ありがとうございました。カリブの海賊のご紹介でした。さあ、というわけでね、ただいまご紹介いたしましたカリブの海賊は、皆さんから見て左手方向、アドベンチャーランドにありますよ。ということで、よかったら足を運んでみてください。それでは今日はこの辺で、皆さん今日一日夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なひとときをお過ごしください。お送りしたのは10分間のガイドツアーでした。それでは皆さん、いってらっしゃい。さあ、どうもありがとうございます。ちょっと眩しかったですね。皆さんね、今日かなり暑くなる、20度超えてくる予報ですね。暑さに気をつけて、楽しんでいってください。またお会いしましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。お誕生日おめでとうございます。いってらっしゃい。バイバイ。いってらっしゃい。お誕生日おめでとう。